それでは本日もやっていきますよ。はい、8体 X2 のお時間でございます。今日も協力していきますか。協力していきましょう。で、前回まっちゃんが時間を進める力、そして戻す力で、俺が分身を残す力。おお、こういうことか。なるほどね。そう、それでまっちゃんは時間を進め戻すことができる。で、私めがですね、はい、分身を作り、ここになんとテレポーテーションができると。すごい。この力で今回戦うというより、どっちかというとパズル要素を多めだって。いや、マジで時間制限付きだから先行って。これまっちゃん、これなくない？これないんだよな。ギリいける、ギリいける、ギリいける。ああ、なるほど。ぜんがー。ギリいける、ギリいける。お願い、こい。お願い。あ、ごめん。お願い、死んだ。しょうがないな。ありがとう、ごめんなさい。えい、ほい、よくいぜ。で、あー、わかった、理解、任せろ。いける、任せろ。すげー。任せろ。任せろ、リエ。分身を使えば、扉が閉まる前に行けるかもしれない。これで開くんちゃう。あ、いた、いた、いた。カモン。すげー、すげー、すげー。え、あ、コーディとメイだ。で、上にありますな。ある。いいよ。待って、あれ R だね。え、でもさ、まだじゃない？扉閉まってるくない？そうだな。じゃあ、あとか。どっちか。よいしょ、俺新たに覚えた技でいこう。余談ジャンプ。ずるい。すぐゲームの穴見つける。これはまあ、そんなに、あれだね。難易度は別にそんな高くないな。うん、まあ、最初だからな。で？あれよ、時間か。これはなんだ？あー、はいはい。で、これでまっちゃんがやってくれてる間に、俺がこっち行って、俺がこう、開通させ、あ、開いた、開いた、開いた。ほら、カシャカシャいってるっしょ。あ、ここを設計した人は、かなり頭が切れたんだ。あー、うえ。なんだ、どっちだっけ、行くの。また、またになった。あ、違う。うわ、ギリ届かねー。でも行けそうな気がする。壊せんな。俺戻しちゃったのか今。あ、あそこ乗れるな。ちょっと待って、まっちゃん。オッケー。よいしょ。あ、いや、無理か、届かねえか。とりあえずちょっと俺これ戻すわ。時間を、あ、いや、いけるわ。俺があそこに分身体置いて、絶対いる。ここで分身残していくよ。いいよ、壊せんねんな。で、そうすれば俺がここ乗れる。で、時間戻してもろて、で、俺はこっち行って踏むんだ。すっげえむずいわ。いや、これ頭使うな今回。まっちゃんの仕事よ次は。頭脳のまっちゃん頼んだ。マジか。これ最初のところ戻ってきてじゃない？もういける、もういける、いける。ほい、ほい、よいしょ。ほいよー。え、目の前で銅像が壊れた。あ、もうまたボタン間違える。コントローラー変わったのかな。変わったから。カモーン。ここに袋があったんだよ。一回ちょっと戻してみましょう。戻してくれ。で、通れる。あー、でもどうなんだろう。潰す、なんかここに持ってきて潰すとか。あー、ポイズン。これ潰してるもんね。あ、もう一回戻して。なるほど、いいよ。潰していいの？いいよ。いいじゃん。あー、すごい。で、なんかできる。壁キック。違うな。あ、俺はこっちなんかあるわ。あー、なるほど。あー、なるほど。そこ限界？ここ限界だな。分身残すんじゃない？間違いない。これ落として。あ、これなんかすり抜けた。多分この分身残すときに透明なんだ一瞬。ずるいな。あんま良くないやり方してしまったかもしれない。で、こっちに道がある。あ、またあれがあるわ。レバーが。はい。あ、開いた。
で進んでいってことね。よいしょー。なるほど、一瞬透明になれるのか。あーでこっちか。これ初得ができるかもしれんな。はい、あレールだ、懐かしき。はーい、はーい、よいしょ。暗いなここ。およ、前回と打って変わって静かなステージ。待って待って先行ってよ先行ってよ。いや気づくかなと思ってた。気づかなかった。来た来た来た。おおおおおお、帰ったね。帰っちゃった。意外とね距離あってもねいけるよ。オッケー、カモーン。おいよー、ナイス。えい、ただいま。で、もうこっち行くのはもう分かるんだけど、これが何なの。あ、ん、フクロウの顔。え、顔、ほら、これ白鳥、ガチョウ顔だな。フクロウっぽいよね。なんかでも電気かなんか持ってくる感じだよ。ネズミ、いや、フクロウ。了解、理解した。かっこう、かっこう。まっちゃん踏んでていいよ、そこ。オッケー。オッケー。すげえ。あー、なるほどね。これでまっちゃんが時間戻してもらって、はいはい、ぶっ飛びね。俺がぶっ飛びで。頼んだぜ。ゴー！ふっ！よいしょ！でもこの能力あるってことは、今回戦いはなさそうだね。あ、でも今までなんだかんだラスとかボス戦は戦ってるもんな。でもなんか時間戻すので、戦うのはきつくない？落としたりだから、さっきの潰したりとかはできるけど。あ、でもそれじゃない？俺がデコイになってまっちゃんが攻撃するんじゃない？潰すかか落とすとかかじゃない？どこだよここ。待って、ハリーハリー魔法の世界だよこれ。ぽくない？ぽいよちょっと、え、今回それパロッそんなことないと思うけど。だってあのさ、奥のでかい城とかさ、この街並みとかさ、明らかに、まあ、あれ時計塔でしょ多分。どこにいたの？もうポッターにしか見えないんだが。わからない。曲も。見失ったらどうするか。なんかそういう雰囲気出してるな。雰囲気出してるくらい。時間がどうだのと言ってただけよ。そっか。それで早く。あなたうなずいてたわ。早く行きたいんだけどな。まあ、本当だから。え？お前はいつもいない。寂しいんだね、なんだかんだやっぱね。私が好きで働いてると思ってるの？さあね。ただ最近ずっと家にいない。好きでやってないわ。これあれなんだね。どういう意味だ？専業主婦。仕事を失ったら生活も失う。兄弟とか友達やるのがいいかなと思ったけど、これまで夫婦でやってもいいんだろうな。でもちょっとね。確かに実験でやりたいな。仲があんま最近良くない夫婦に It takes two やらせてみた結果みたいな。家族が確かにどうなるんだろう。なんかやらせてみたいね、本当。喧嘩してるカップルとかにやらせたよ。いたぞ。よかった、ついていきましょう。よし、行きますか。行きますか。まあとりあえずあるんだけど、ここに、あ、ちょっと街並み良くない？ちょっと行けるとこ行きたいよね。あ、待って、いろいろ行けそうじゃない？行けそう、めっちゃ行けそう。広い広い広い、やばすぎる。待って、どこ行くのこれ。あ、届かね。待って、広すぎるわ。ちょっと見てきていい？いいよ。え、すごい街並み。作りすごくない？すごい。あ、ゲームあった。マジで行くわ。それも爆速できます。馬のレース、ホースダービー。確実に面白そうな予感がするのだが、こっちで今向かってる。トウホッホッテイ、かっこいいな、っこいいな動きに慣れてきたぜ。かっこいいっすね、あの人ね。これこっちか。え、乗馬しました。何をするんですか。障害物を避けながらゴールを目指そう。 B でジャンプ、スティックでしゃがむ。しゃがむ、しゃがむ。このレースはもらったわ。こっちの馬にはかなわないぞ。勝つのこっちよ。勝手に進むんじゃない。 B ジャンプで下しゃがみね。なるほど、
了解。これ何、しゃがみ、ジャンプ、これしゃがみじゃない、いやジャンプだな、これジャンプだ、レース開始、こっちしゃがみだ、いって、え何があった、ちょもう一回だ、さすがに B ジャンプ、 B ジャンプ、1個目のやつあれしゃがみだわ、え結構早めにしゃがまないと、ジャンプしたんだけどね、あのね先行入力、これなんかジャンプするまでもしゃがむまでも時間かかる、ちょっと早めに押してみよう、ちょっとやってみ、ほら遅いのよ、ゆっくりなのよ、いや俺はねジャンプしない、え俺やめたってことか、キャンセルしてんのかな、なんでだ、えまあ、ちょっともう一回だけ、もう一回やってみる、ちょっとジャンプできない、 A 以外押してみるわ、え B だよジャンプ、えそうだよ、で A やると負けになっちゃった、 A はキャンセルなんだね、じゃあそう、え B 押すよ、じゃあうんジャンプしてる俺、ほんとだ、X とかそういうのは、 X はね、あ、なんかジャンプした今、 X ジャンプ俺、え、なんか今めっちゃジャンプしてた今、やめよう、わかんねえなんだこれ俺には難しすぎた、すごい、牛だ、おい、おおおおおおお、え、なんかいろいろできるな、おお、塗り方ダセ、お、待って、もう一回ある、小豚、本当だ、まあ、今まで俺らこういうのめっちゃ見逃してたな、爆弾レース、爆弾レース、光る泡を追いかけてゴールを目指そう、何これソニック、なんで爆弾がついてるんだ、俺は普通のレースじゃなかったのかよ、爆発的な勝負になりそう、どういうこと、なるほど、なるほど、了解した、ちょっと待って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 、あっ、私はえよっ、早い早い早い、そこどうやって行ったの、これは完璧キャラコンのゲームだ、順調順調、よっよっよっ、やべ死んだ、まずい、まずったかも俺、いや、あるあ、違う、やべ3、2、どこどこどこ、回収、いて、やばい、6秒、あ、勝った、あただのレースだね、これ、いや、むずいな、これ、じゃあ、行く、行くか、どこに、向こうのコーディとメイがある人形のところ、とりあえず戻ってみるか、望むところだ、何それ、ちょっとそれ、2人で押してみる、やってみるか、一回押してみようか、何かストーリーに関わってるかもしれない、はえ、いや、せーので、あい、キャノン砲、弾めっちゃ入ってるよこれ、登らなきゃいけない、もしかして、何、おい、登らなきゃいけないやつですな、それ登ってきた、結構むずそう、あそこに何があるって言うんだよ、よいしょ、やべ、俺これ苦手かもしれない、メガロールが、あ、そういう感じね、やべ、俺これ苦手かも、いや無理だ、諦めよう、まあでも進むのに積んでないから一旦まあ戻ってストーリー進めましょう、はい、どっちだっけストーリー、あのマークが出てるところ、よいーよっこらぜーっと、よっこらぜー、やった、はい、でここの扉開けなきゃいけないでしょ、はい、なんかあるね、うん、これで多分、あ、じゃあそっちこっち操作して、ああ、なるほど、了解、 OK、 俺がやんなきゃいけないんだ、俺、まっちゃんが時間戻してくれてんのか、そう、よいしょ、で戻って、これでいける、あの人形たち、さあさあ進んでいきましょうか、よいしょ、どこ行くんですか、ん、どこ行く、ついてきます、燃えてない、燃えてる、人形たちを助けないと、
人形たちを助けないと。これも俺たちに害ないでしょ。ないですね。このじゃあ火を消すところが、この家の中に何かあるのか。あ、上になんかある。これ雨降らせんじゃない。何、これでまっちゃんが時間を操作してくれれば。あ、ごめん、踏んでる。オッケー、いきますよ。いや、時間操作頼む。雨さんさんとで、もうちょい上かな。ちゃんと消しきんなきゃいけないのか。消えますね、でも。これで OK。 これもクリア。いってらっしゃい。簡単。おい、ライダー。え、上からさっそう登場ライダー。おら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 、くそ。うん、あ、はぁ、ははとりあえずまあこれか。カニがいる。押すよ。いや、あーで俺もこっちやんなきゃいけないね。なるほど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 。え、なくね。お肉はこっちにあるわ。あ、そっちか、了解、戻ります。そっちお願いしますよ。了解。はいはい、時間だ。なんで行かないの。タイムタイムタイム、まっちゃんが。あ、そこ踏んだ後に、あ、俺がワープ作って、まっちゃんがもう時計のところできるようにしてもろて、じゃない、行くよ。届くところまで行った方がいいかも。ああ、橋でね。そうそうそう、あの円が届かないな、そこだと。じゃあちょっと、そこ橋降りるんだよね。船の上か？かもしれんな。行くよ。よいしょ。さえんだ。よいしょ。え？両方とも押して、あれでやって。オッケー。行くよ。踏んで。オッケー。ナイス！簡単だな。よしよしよし。俺のハンスコム人形。はい。困ることねえな。余裕だな。はーい。次なんだ。これさ、何、時計塔に向かわせてんの、こいつら。え、じゃあ、あのさっき俺らが作ったタワーでも近づいてってんだよ。最悪なんだけど。めんどくさいよあれ。あれ来たらどうしようもないからな。開くだけ。楽勝だな。なんだこれ。ぐる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 グルコサミン。何やってるの今。時計をね、回してる。こっちか。何時にしなきゃいけないとか。12時。あ、違う、あの時計塔の時間にしなきゃいけないんだ。俺が長身だから45だろ。長身45じゃない、それ15じゃない。これで合ってるか。え、じゃあ逆、逆か。わあ、逆だった。あれがヒントだったんだね。なるほど、あそこはやっぱいけないんだな。じゃあ、いや、あれさ、あれなんだったの。じゃあなんかあるよね絶対。どっちにしろ鳩時計の中にまた間違って時計があってよくわかんないよ本当。いや、そういう世界よ。そこ踏み込んだら今までのスマブラとかもなんでやねんってなっちゃうから。ゲームですから。リストなんで戦うねんみたいな。ゲームですから。ゲームですから。茨？ああ、待てよ、俺でどうすんだよ。え、愚痴らないで、方法を探すわよ。愚痴ってないよ。まあまだ仲悪い。こっちから行くぞ。オッケー、ゴーゴーゴー。走れ走れ。どこだ、ここは。一気に雰囲気がホラーテイストになってきたな。早いっす。おらら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 。おい。おらら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 。おお、足。おららら。ゴール。ふっ。まがまがし。巨大な時計塔ね。あそこに行くのか。さあ、そのとおり。でも入るには小さなタワーの謎を解き明かす必要がある。待って。後ろになんかいるって。
ほらね。なんか後ろになんかいるって。え後ろにいるって。最初から。早く本物の体に戻らないと。落ち着けメイ。時間は幻想で。なんかいるくない？あるのは今だ。動いてる。なんか動いてる。なんか動いてるよね。羽的な何かなんか動いてる。すべては今。こいつの力強。ああ分かったよ。お前がものすごくムカつくってことかな。今。いやそうだよな。ねえ本さん。あそこにある不思議な玉は何？でも勝てる気しねえな。いや、友よあれは自分で確かめてくれ。じゃ。友達じゃねえよ。コーディ、考えがあるわ。あの鳥が使えるかも。おいおいおい、本当にハリーポッターじゃねえかよ。俺らの武器、これ？今回これじゃない。あ、でも鳥と。すげえステップとかできる。全然むずい。とりあえずどうしよう。どっち行く？右行く？あ、多分ね、お互いね、別の場所行かないかも。俺左行ってみるわ。タワーに着陸できそうな場所を見つけたかも。あのタワーを見てくれ。もしかしたら、いや、俺もそっち行かなきゃか。そっち行くわ。あ、やべえ、楽しい。よしよし。かわいいな。かっこいい。旋回したぜ。かっこいいな。あらら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 。どこに降ろしたの？ A でゆっくり降りていけば。あ、ほんとだ。よし。回せ回せ。あらら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 。とりゃ、え、鳥も？2個やんなきゃじゃいけないわ。小さなタワーの謎っていうの。これじゃ、なんかあんだな、ここに。何かが眠ってますよ。ここにはね。待って、まずはパズルを解かなきゃ。すごい熱心だな。この模様は興味深いわね。一体何かしら。これを叩き込めるみたい。なんだ。なんだ、何かしらヒントがあるはず。まあ、ちょっと先進んでみましょう。こっちか。待って待って待って、時間戻してもらいたいけど届かないもんね。え、届くわ。おっ、おお、行ってきます。はいはいはい。了解。え、戻して。理解した。近づくとあれが開くから、うん、これできる。えー、あー、なるほど。俺がこれで抹茶に指示出すんだ。オッケーオッケーオッケー。でもさ、1、2、え、順番じゃない？3がない。でも1、2、4、7、5、9、数字が小さい順から押しときゃいいのかな。ただ一回やってみましょう。クモ8じゃね。8か。8。小鳥。小鳥、小鳥、小鳥さん。で、猫。猫。これ犬じゃね。犬だそれ。8。多分最初からじゃない？え、なんで？なんか赤く光ったこっちが。あ、ほんと？オッケー、行こう。8、小鳥。猫。猫。これさ、月なのかな、順番的に。犬？でもさ、数字が5なんだよね、こっち。あー、確かに。じゃあ、月にしよう。月してみよう。合ってる。月、犬。ワンちゃん。で、太陽。太陽。オッケー！おい。開けごま！で、俺がそっち合流できるわ。よいしょ。俺もそっち行けるよ。お前のために時間を作ろうと思って。完璧にパズルだ。これで終わり？いや、まだじゃない。さすがにこれだったら簡単すぎん？だからこういう塔をもう一回やるのか。あ、ほんとだ。何？ドローン。ドローン。ドローン。ドローン飛ばしてるな。ドローンが飛んでる。ロー、あ、え？風？メイ、あの明かりはなんだ。危険そうだぞ。これ爆弾だ。
避けんのか。当たっちゃいけないんだ。かもしれない。え、何だ。あれを壊すの。なるほどな。利用する？どうやってた？何だ。でもまだもう一個とりあえずあったから。行くか。こっち行ってみますか。こっちこっち。オッケー。なんか体力ゲージ出てんだけど、見なかったことにしよう。うん、ちょっと待ってろお前。行こうか。行きましょう。2個目の塔だね。前回戦いだった分今回頭脳なんだ。何をさせてくれるんですか次は僕たちに。え？もう頭が。了解、理解理解理解。そうだね、そういうことだね。行くか。はい、うん、いはい、これちょっと分かりやすぎだな。これ簡単だわ。あれついた。それはもう腕。間に合う、ただの腕。間に合う、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 待ってるわ。カモーン。はあ、これなんか急に簡単にさせられたな。イージーすぎてな。オッケー、オッケー、ナイスー。え、ロープでこっち来れる。おい、でこれも同じだよな。いや三角だ、次丸じゃない。三角、まっちゃん時間戻せる？こっちじゃないんだ。俺がこっちで何かするんだ。じゃあ、なるほど、これを三角に変えられるから、これでまっちゃんいけない。で俺があとつけ、ここに四角にしなきゃいけないから、三角乗り越えて丸いったら変えなきゃいけないのか。いくぞ。 OK 大丈夫、四角にして。下下下、 OK、 ナイス。なるほど、理解も理解、簡単だな。でダーン、戻せる時間を。ここにロープができた。あ、待って、俺これ自由に操作できるわ。ちょっと待ってな。ってことはお前が多分行くんだよ、そっちに。こっちからでも来たんだよね。あ、来たか。こっちから来たから、俺が次そっち行くんじゃない、これで。はい、どうぞ。行くよ。うん、はい、赤に変えと、変えるよ。いや、はい。あー、くっそー、これシビア。はい、いいよ、はい、ナイス。いいよ、緑ね。あ、間違えた、緑に変えて。早かったな、ごめん。オッケーオッケーオッケー。これね、バカだねこっち回ししかできないんだよ。あ、なるほどね。そう、変えられるやないかい。違う違う違う、もうこの左から右とかしかできないの。オッケーオッケー、ちょっと待ってね。いや、こっちから緑っていけないんだよ。いいよ、いくよ、いいよ、いいよ、ナイス、楽勝ね、到着。あ、簡単、これでおしまいだ。終わり、終わりだ。こっちの方が簡単だったんだな。今までで多分あれだな、あの時計台が一番難しかったな。うん、あれマジでね、あれマジ何なんだろう。この後なんかさせられるのが怖いんだよな。いや、あれないでしょさすがに。ここでまたドローン出して、これ俺らこれだから避けなきゃいけないってことでしょ多分。避けるか、多分引き連れてぶつけんじゃない、あのバリアに。何っすね。何、我輩の鳥は開いた、開いた開いた開いた。フォーク、行くぞ行くぞ。ほら体力ゲージ出てんだよ、そこ。とりあえずちょっとぶつかってみるわ俺。これそれ、おい、消滅した、消滅した。これを壊すんだよねために。あ、でも体力ゲージ出てる場所に行くか。なんかね、やってやろう、キャッチできる。あ、マジ、あ、そういうことか。これで爆撃するのね。爆撃だ、空爆だ。オッケー、よし、これからが本番だ。うーひゅー、狙う、はい、ヒット。狙うってどういうこと。狙って爆弾投げられるわ。勝手にいける。狙い。
おらオッケーナイスー。なるほど、真上に行かなくても大丈夫そうだね。そうだね、確認取れるわ。オッケー、でまた向こう側だ。もう終わった？あ、1個終わったよ。こっちもあるんだな。壊すしかねえ。ういやー、射出やっほー、すっごい火力ね。こっちも狙える。見ろ、いっぱいありすぎて、あの不思議なバリアがなくなってる。あ、いけるようになった、いけるようになった。まっちゃん、じゃあちょっと待機してもろて。ナイス、シュワッチ。降りれる？降りれるよ。これは？このハートのところ調べられる？時間できねえ。これだけ？何？なんかありそうだね。なんだここは。あ、こっち。あ、待って、壁あるわ。うわー、ねこねこ、時間でなんか止めなきゃいけないとかなんかな。これ何になってる。いて。やめろよ、危な。反対側もないよ、同じの。反対側ね、動いてない。やってみて。あ、動き出した。なるほどね。あ、やっぱ動いてるわ。これで動かすんだ。そうだね。クソ、爆弾でお前のことけしかけようとしたのに無理だったか。あ、いた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 。あー、これで扉が開通すんのね。ロック解除。ちょっとこのせいで終盤近い気がする。本当に大詰めか。追わないと出られないでしょ。ん、そっか、お先にどうぞ。あ、紳士ね。どうぞ、うん、気に行く。安直。古典的ってやつです。古典的だわ。じゃあこれまた上に登んなきゃいけないのか。まあ今そっか、塔の上目指してんだよな多分。多分そうだね。でっかい時計のところを目指してるはずだから。メイ、メイ、壁が動いてないか。え、やばくない？逃げ場なんてないぞ。やばくない？どうすんどうすんどうすん。教えて、なんか教えて。すぐすぐなんか探せ、なんか探せ、なんか探せ。あんたがどうにか。上になんかがある。誰か助けて。時間はなっちゃう。いや、押せない押せない押せない。時間止められない？止められない止められない。待って待って、マジで何マジで何。待って、やばいかも。壁、あ、あ、これストーリー上？まあ、じゃないっぽい。ダメだわ。なんだ、何何何何。あ、教えて。そういうことか。何、うわ、ずるい、お前ずるい、お前ずるい、お前ずるい。大丈夫だ、た、助ける助ける。もうダメかと思ったわ。あぶねえ。もうダメか。そういうことか。でもやったわ。なんとかな。どこ行ってんの。ネズミがいる。5機ではないでしょ、うん、ちっちゃいね、でもちっちゃすぎん。ちっちゃいわ。ゼンマイ？ゼンマイだね。何が動くんこれで。あ、入った。エレベーターか。カモン。うん、あ、来た。え、うん、あ、動けるの。動ける。とても美しい場所ね。それにでもジャンプとかできないね。あ、すげえ。すごっ。うわ、おしゃれ。かっこいい。しゃれてる。なんでお前はそういつも冷静なんだよ。ワクワクしてくるな。でけえなかって。ね、機械仕掛け系はね。お前が冷静じゃいられないときはどうなるんだ。あまり考えたくないわ。このシーンはでも多分見せたかったんだと思う。おしゃれだからって。そう。あ、直だ。合わすぞ。はい。グルコサミンすんのいいけど、これこれまた上行くんか。これで上がっていくのかな。あ、いや、そこが開くの。うわ、すげえ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 。待てー。あれは勝てないぞ。
何考えてんだよ。なんか怪しいぞ。大丈夫。俺勝てねえよあんなんに。勝手に動いてる。かっこいいこれ。かっこいいのはいいよ。かっこいいのはいいけど。あいつの剣、キャキーブレードだ。鍵穴よ。あ、本当だ。キーブレード。巻くんだろうな。いやまあ巻くのもいいんだけど。どうやってやんのこいつ。あ、なんだこれ。よいしょ。うわアスレチック来ました。おおこっち行って、あれでも普通にただの順番渡りすればいいだけだから、そんな難易度も高くないな。お間違えた、あ間違えた今。おお、はあ、まあまあまあ、はあ、あこれスライディングできない、ライドできないあれ。ああだからまあ普通に。なるほど。ああまっちゃんがそれで動かしてくれない。なるほどなるほど。はいーはい、オッケー、よいしょー。でででコピー残す、コピー残して戻してもらって、いけるこっち行って、ああこうしてで、またコピー残して、一回どこまで来るか分かる。うわーごめん、あぶねー。どこまで来るか見よう。あーちゃんと来てくれるんだ。そうね、結構手前のところで良さそうだったな、うん、一応一個ジャンプしといて。まあ大丈夫だ、まあ見えるからねコピーが。はいはい、オッケー。で次はあ、そのままでいいかな。乗れるよね。乗れる。で、こっち行く。届くってこと。そう、もう届くんだろうな。真横でしょ。うん。行くか。ちょっと行ってみて。完璧。完璧。すげえ。ちょっとこれ上まで上げるよ。いやいや。ゼンマイ、あーこれいけるね、いけますいけます。オッケーオッケー。あの生き方で本当に合ってたのかな。いやわかんないけどやれてるからな。高度な技術だったぞ多分。どこ、あここからどこ行くんだ。鍵があったぞ、鍵があったぞ。あれか、あーなるほどね。俺じゃああそこ乗らなきゃいけない、もしかして。これに乗るってどういうこと。このぐる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 してるところに乗って。あーじゃあこの中入るってこと。え届かなくない。でもじゃあ反対側行かないといけない、あの違うのあれ。あーはい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 、だからこっち側じゃなかったな。オッケーオッケー、これだな。こうでこうでオッケー、これで乗れる。こっち乗れる。俺がお前を慎重にね、殺さないように奥に進んでいく。カメラアングルが進んで、カメラアングルが殺しに来てる。怖っ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。あ、ベストポジ見つけた。いいね、いける、いけてるいけてる、いいねいいねいいね。うっだらいいよいしょよいしょ。これで鍵ゲッチュ。おお戻れるやった。これまっちゃん戻ってきていいかな。どこに。入り口のところ。あ、オッケーオッケー。よいしょ。これでも必然的だともう一個必要だ。じゃあこの鍵2個必要だったもんね。これと反対側ってこと。あ、そのままね戻ってきて大丈夫、その下降りて。うん、うん、あともう一個必要そうだな。反対側にあるのかな。いや、これ一回回しちゃっていいんじゃない。オッケー。これ回すことによってもしかしたら扉が開くかもしれん。
いや、違う、合ってないんだ、位置が。今度はこの巨人を回すためのやつがこっちだな。俺らこっちから、いや、来てないよ。こっちからじゃないか。あ、本当だ、行くか。いや、いっぱいある時間が。待って、めっちゃ多い、マジでめっちゃ多い。これもまっちゃんに任せるしかないわ。この奥行ってみようか、じゃあ俺。はあ、なるほどね。ワープ残してたね、それは。それは射出だね。まずこの中入るから。じゃあこれ、それ多分ゼンマイ回して、なんかあのゆりかごを、あ、俺がなんかしてあのロープを下に下ろして、まっちゃんがハサミで切るんだよ。スタートどこ？スタートこの扉じゃない？あ、で壁ジャンプだ多分。あ、開けるから壁ジャンプしてて。オッケー。はいはいはい、オッケー。で進んで上、これだ。で、作ってもらって、まっちゃん、そのままでいい。OK。あー、頭引っかかった。ワープ残すのと、戻っていくのが。あ、またお願いしていいですか。おいすい。ZL がつくのね。たまにね、忘れちゃう、これ。これむずいぞ。作ってもろて。これでも、いや、多分ね、乗れないかな。怖い。で、いいね。いや、完璧じゃん。完璧、完璧な位置。で、こっち行って、次、まっちゃんに俺が射出してもらうのか、これ。おそらくね。そうだね、射出してもらうんだ。カモン！おい。ふっ、オッケー。で、俺がこれで、これ下ろすから、まっちゃんにジャキンジャキンしてもらうんじゃない？ほいよ。ザンザン。で、また時間？時間もできるし、なんかあるな。あ、理解。あ、中にあるわ。あ、理解か。これでも俺出れなくなっちゃうね、これ。多分そこにワープ入れて、あー、やるじゃない。よいしょ。いや、これで中入る。天才。取るのはいいんだけど。同じ。これでいいかな。オッケー。簡単でしたな。あらあらでしたよ。あら、まあまあでしたよ。あらあら、簡単でしたな。ぶっ刺せ。ふえっ。で、動いていただきましょう。で、キーのところにぶち込んで、また奥のやつも遊べる。ああ、はい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 。それで完璧ん玉じゃない？はい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 。オッケー。さあ、差し込みに行きましょう。ああ、ぶちぶち、こめこめ、ぶちこめこめ。敵じゃなくてよかった。いや、本当にね、俺こっち敵かと思う、その最初。絶対勝てねえと思ってた。すごい滑らかに動きしてますけど。よし。え、砂時計？のマーク。あー、みんなタウ。何、なんで牛？俺ら今から、わからない。あー、やばいぞ。ニノタウ、え、闘牛どうだ、音がこいつ。待って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 、危ない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 、今までのやつ。ボコられてる、ボコられてる。俺らが今からまた通りやるんでしょ。また通りやるしかない。でも あいつの毛が早すぎる。俺赤いんだよな、だからかな。多分そうだと思うよ。いてーこいつバカマジ。まっちゃん、なんかあそこでできる、できるんだけど、それどころじゃないそれどころじゃない。竹取ってるよ、竹取ってるよ。オッケー。何それ。メイ、お前の分身なら誘い込めるかもしれないぞ。メイ、来るぞ。なるほど、赤いのか。あー、こっち来い。あの石の器を使えば
ダメージを与えられるかもしれない。別のところにワープ用意して行くんだ。強いこいつ。ああ今までのやつ気にならねえ。理解いてー、戦い方が理解、戦い方がいてー、あっちゃーはめまさされてた今、こいつ強すぎる、はめ込まされてた。よしもう一回だ。いえー、俺今ジャンプしてよかった。よし頼む、行くぞ。危ないぞ。早すぎた、仕切った俺今。もう一回だ。頼んだぞ。待て待て待て、まだ文章作ってない。オッケー、ギリ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 を待て。あー難しすぎる。シビアだって。いてーわ、いてーいてー、待って待って、おかしい、マジでおかしい。強すぎる。こいつ最強なんだよ。こいつ最強すぎる。だこいつ機動力半端ない。いて、いて、失礼し。よし設置した、設置した。で、まっちゃんが時間戻してくれさえすれば、あいつも硬直するから。いきます、大丈夫、これでいける。カメラロール、来い。結構早めでいいんか、これ。ここ、え、バカシビアなんだが。シビアすぎるこれ。よし超ギリ。もう一回、もう一回だ。超ギリやんなきゃダメだあれ。立場が入れ替わったな。いって、あと何回かで倒せる。おもちゃじゃない、これおもちゃじゃない。くそ、これまずい。むずい、こいつ強え、攻撃力がえぐい、えぐすぎ。体力掴んだでしょ、体力掴んだ。あ、いける、いけ、ごめんごめん、半分も持ってくのに、ね、ダメなんだってお前。俺が遅かった今、あぶね。オッケー乗る、来いよ、頼んだぜ。うわ、うまい、超ギリだ、本当に超ギリ。ふっふっ、いやー頼む。うわ、セッツ、オッケー乗る、カモン。タイミングずらすねこいつ。よしよし、うまい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 、あと一発か、来た来た。え、あと潰すんじゃねえ、多分俺が時間貯めて。そうだと思う。痛いってずるいって、ずるいから。頼むわっちゃん、オッケー行くぞ、戻れ、俺がデコイになる。よしよし、俺もいないでしょ、いない、だって死んだもん。死んだもん俺。よし、あおかえり、ただいまデコイになったわ。今のはやばかったな。で戻せんだよ。あーなるほど、足場になるんだこれが。行こう、よいしょ、いや、いや、これでよいしょ、ほら素敵ね、あら素敵ね、よいしょ。で次こっちか、はいはい、あ届くかな、うん、あれ、あーオッケーオッケー、待ってね、多分ねいけそう。いや戻しっぱなしは大丈夫だよ、金入れますじゃあ。戻してていいよ。足場なんか俺にはいらねえ。スパイダーマン。これ無理じゃね？これ無理だ。突っ込めなかったんだよね。いけた。おい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 。いけー。内部に潜入します。これでまっちゃん来れるはず。いやー。ダコーン。え？それに乗ってもろて。おい、おおおおお、すげえ、やりがいがある仕事だな。なんだこれ、壁じゃん、壁じゃんできなくない？避ける、あ、壁じゃんできるわ。でも別に壁じゃんって感じじゃなさそうだな、普通に押し出されなければ。でも上行けんじゃない、あ、壁じゃんじゃねえ、遠すぎるわ。いいや、てて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 、
いや、壁じゃんだ。あ、なるほど、まっちゃんがそこで固定してくれるのか。いける？まっちゃん、カシャカシャやってもらっていい？こういうことや。オッケー。で、考えますね。考えますな、これすごいですわ。これは、よいしょ、頭上注意ね。え、なに、どこ、あで、上に乗って乗るんだろうな、タイムをガラ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 、戻ってこい。すごい便利だな。いやでも、あんまあれだな、戦ってる感じがないからな。いや、それもあんだけど、なんか次のゼルダのゲームがこういうのらしいからさ。あ、ティアーズね。先読みでもしかしたら、もしかしたらこれちょっとね、あ、これちょっと使っていこうと思ったのかもしれないですからね。先読みの可能性ありますよ。ありますな。あらあらあら、これは、イエーイ、何してんだ何してんだ。これあれだな、まっちゃんに先乗っててもらってたな。もう一回行かなければいけないんです。帰ってきて。時計をひたすらこれ頑張って回してんの、指で。そうだよ。あー、指痛そう。痛い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 。よし、で、まっちゃん先ちょっと踏んでってもらっていい？オッケー。俺向こうに分身置いて戻ってくるから。したらオッケー、慣れたもんだよ。すげえ。よいしょよいしょ。じゃあ、ゆいて。はいよー。これで、はい、ゲイ、慣れたもん。もう使いこなした、使いこなした。素晴らしい。おはぁー、はぁー、え、なにこれ、エレベーター。お、これ、なんか入ってんの。え、合流した。待て、いてぇ、避けろそれは当たっちゃダメだ。何やってんの。で、あ、これ上がってる、上がってるね。あ、しかもこれダメだ、ワープ使いね。早くなってるな。まあでもこんなの俺ら朝飯前じゃん。もっとちゃんとジャンプしてねえ。オッケーオッケー。やばい、逆回転。よくね、やりましたもんね。マリオパーティーとかでもあるからね。でも、マリオパーティーよりも軌道がキモい。これまで真ん中の軸にいれば簡単だよ。横に飛んでるだけだもん。軸さえつかめちゃえば別に何も難しくはない。時間差、時間差が。時間差がね、結構くるわ、これ。さ、真ん中乗れないのかな。俺走っ、加速のタイミングひどいよ。片方が生きてればいいんだから。片方、まっちゃんが生きててくれれば今。片方が生きてればいい。そうだね、片方生きてんだったら、まあまあお互い違うとこ行った方がいいか。愛したことねえよ。かっこいいよ。ウィージー。ウーフー、簡単だ。ウーフー、簡単だぜ。余裕だ。簡単なゲームだな。かっこいいよ。簡単だ。何、危ねえ。すぐ戻ります、連打の鬼。うぅ、でももうちょいとで合流する。ほら、こいつらこの人形たちが、あら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 、おお、ちょっと、ててててててんてれてて、あれ、鬼のように簡単だったけど、なんでさっき死んだんだろう。いいのか、そんなんで。こんな簡単なゲームでいいのか。ません、ああ、愚かなり、愚かなり。当たらん。やったー、やったわよね、私たち生きてるわ。え、どこ行ってんの。時間がかかったけどな。ドア開いてるよ。あらあらあら、あ、これポヨンポヨンジャンプタイムじゃない。あら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 、ちょっと待ってね、これね、苦手なんだよな。これ苦手なんだよ。よいしょよいしょ。ああ、これ苦手なんだ。アスレチック、あ、危な。よいしょ。で、今度こっちでいいのかな。はいはい、いいよ。あーん、届かーん。帰ってこーい。意外とね、R 信じて大丈夫だよ。
ッケー。意外と信じて大丈夫。思い切りが大事かもしれない。意外と信じれる。どこ行くんだこれ。左かな。そうそう、そこの歯車乗ってそこ掴んでこっち来れ。おいよ、ゴー。せいや、よいしょー。いや待って、今動いたー。ラララララ。これは向こうが動いてるな。オッケーオッケー、動いてんのか。いいかい。ならこのタイミングでキャッチゴー。なるほど、信じるんだ。あしかもそっからなんだ。そうなんです、きつ。いいよ、大丈夫、よく信じた、よく信じた。来てね、振り子振りすぎてもしょうがない。今じゃない、今です。ナイス、待機待機待機。はい、カモン。あーすげえ、待って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 、危なおい。危な。じゃあオープニングしますか。オープナー。オープ。え、でもあれさ、ボス倒したよな。ボス、これが本物のボスっぽい。俺らと戦ったあの牛は中ボスだったっぽいかもな。いや、あの牛強かったよ。中ボスであれだぜ。何？鳥っぽかったけど。ハトじゃない。あー、え、ワシ？タカ？あーボタンなしで押せよ。やめろマジで。QT 急に来るやん。マジでだわ。あー、どうすんのこれ。待って待って、あ、なに落ちるんだ、なに落ちるんだよ。なんであの鳥は他の鳥みたいに。どうすんのこれ。なに、どこ行くの。何があるかも知らんの。いる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 。いるのは別に。何、何できんの俺ら。わからない、耐えるしかない。下にいる下にいる。え、どんどん割られていく一方じゃない、こんな。まずいぞまずいぞまずいぞ。下下下下から来るよ、こっち。うわ危ねえ。これどうすんの。真ん中割れ、割れるだ。待って、これさ、上から上から。これでもさ、なくなるぞ足場。だって、え、落ち、え、落ちるくない、これもう。壊そうとしないから信じて。一回待って、一回。あ、ここ、ここだめ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 。どうやったら止められるんだ。いや、でもいいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。うわー。勝てるわけねえだろこんな。倒しに行ってないもんね、そもそも。逃げてるからな。いや武器欲しい。あの剣と魔法使いがあればね、余裕なのに。今回なんか使ったっけ。鳥乗ったぐらい、鳥で爆弾落としたぐらい攻撃方法。そうか、かっこよっ。かっこよっ。コーディー、なんとかしてよ。俺足で使わせろって。なんでもいいから早く。時間がゆっくりになってる。お、待って、今回。え、時間を止めたのか今。助かったぞ。ナイスよコーディ。で、あの振り子を鳥にぶつけたんじゃない。ね、へえ。行くぞ。いや、あいつとはまた合いそうな気がするな。あいつ強えな。あ、でももう、すげえ綺麗。あー、もうかっこいい。スムーズに行こうぜ。かっこいい。ガチかっけ。かっこいい。無駄に凝ってるな。かっこいいな。わ、すごっ。すげえ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 。かっこいいかっこいい。待って。待って。気づいた。ステージ作られたな。バトロイですね。あ、始まりますね。いいよ、来いよ。何？危ない。うわあ！あぶね！バカじゃん！あぶね！バカじゃん！あぶね！もうちょい早く帰ってきて！お願い！これ読めない読めない読めない！早い早い早い！なんとか避けて！あぶね！あぶね！ちょっと！うわあ帰ってきて！あぶね！真ん中いい。足場1個しかないもう。何？終わったか。
何ペタッ、いや、飛ばされてる。え、待て、これそういうやつか。お前壁とか来るから当たんないようにしろよ。いやー、ほんとに、うわ、危ねえ。このパターンなー、珍しいな。このパターン珍しい、でも見たことある。うわー、危ねえ、危ねえ。耐えろ、耐えろ。一発じゃ死なないから、耐えるんだ。耐えろ、耐えろ。待って待って、無理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 、見えねえってこんな。え、避けろ避けろ。俺と重なんない、重なんない。見づらい見づらい。しょうがないじゃないか。ふっ、避ける。大丈夫これ。だからそのうちフェイントとか来そう。いやでも終わるか。え、止まった。え、待って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 、何、なんで。いいなこれ。コーディ今の何。そうだよ、時間戻って。いや、時計塔の嫌がらせだ。そうだよ、リンネよ。なんか来てる、なんか来てる。何、あ、何か撃ってくる。爆弾だ、撃ってくる。え、どういうこと。え、何何何、待って、何してんの俺。爆弾だ。違う、あ、あ、過去の動きだ。そうだ、だから全部踏む勢いだな。で、壊すんだよ、多分時計壊すんだ。そういうことね。それで出られるかもな。了解了解。いや、おもろ。よく考えろ、こんな。今までの攻撃も全部来てるでしょ。来てる、まとまってきてんのか。オッケーオッケー、行くわ行くわ。オッケー、よし、避ける、完璧。え、あ、いいんだよね。え、すごっ。すげえわ、時計だとかっこいいな。かっこいい。これ爆弾じゃね。ついてる。あ、死んだね。これはさすがに死んだね。これは死んだね。何がどうあろうとし、いや燃えとるもん。あ、でもお前粘土だから大丈夫じゃない。俺だってもう癖だもん。俺燃えてる。え？待って待って。ゆっくりになってる。大丈夫？あんたがこれをやってるの？俺は大丈夫だ。でも。いつまで持つかわからない。分かった。時計の心臓部まで行くわ。フロア動かして、どっちに時間を進めて。こっちか。こっち、そう、これだな。そこでいいよ。乗るから。あ、待って。あーじゃあな。俺見た。俺浮いてるだけだから、ね、時間進めて、あ、戻して、これか、これか。わかんない。よし、いいよ。逆だな、多分。上に上げて、あ、逆、逆か。それでいいよ。あ、違う、俺あっちに乗んなきゃダメなんだ。あっちに行く。動かさないで。セーフ。よし、オッケー、いいよ。そっち逆向けて、カメラ。これでいい、これでいいの。これに乗るんだ。これに乗るのね。オッケー、いいよ。これ操作むずい。急げ、もう持たない。コーディ、上出来よ。どこ行くのこれ。ちょっと動かして、それだ、これだ。いいよ、ちょっとずつまっちゃんが落ちてってる。少しずつまっちゃんがマグマに向かってる。これだ、これだ、あれだ、もうちょっと戻して、ありがとう。いいよ、待って。動かして、ちょっと待って、戻して、動かして、早く。いいよ、もう一回だ。最初からこれ、あ、これだ。ここから、こっからでよかった。このちょっとずつまっちゃんがもう奈落の底に近づいてる。これかな。これ、いや、これ、これだっけ。これじゃない。え、あれもう行っちゃう、行っちゃおう。ダオン。
届く届く届く、あらふっとねダメなんだ俺さ、もうまだいけるこれはこっちのじゃんか、あれの、あれだ、あれっぽい、あれっぽい、これ、いや、戻して、これこれこれ、これこいつだ、オッケー、待ってこれ操作が死ぬほどむずいよ、あちょっと、よ、よ、どれどれだっけ、これ、長いやつか、これ、こいつかな、よし、いいよ、いいよお、逆、お、あ、そうだね、これだ、いいよ、で、どこまで行った、あ、向こうに視点が向いてってことは向こう行かなきゃいけないっぽいな、あいつこれに乗らなきゃいけないっぽい、あ、よよし、いや、どれだ、あいつか、え、これ戻ってない、この時計行くんでしょ、あれか、あー、はいはいはい、これでいいよ、その後にこれか、これだ、よいしょ、オッケー、むずっ、こっちか、ゆっくり回ってこれだ、いや、まっちゃんがもう死ぬまっちゃんがもう死ぬで、着いた、着いたはいいよ、俺が内部に入る巣だ、はぁ、ギリチョン、モーディー、行くわよ、どうやって、おい、時計、これすげえ、おお、時計自体がもう敵なんだ、あ、でも分断された、これ急がなきゃじゃない、待って待って待って、ジャンプ、ジャンプすんのね、これめっちゃ急がなきゃだ、めっちゃジャンプするだけのゲーム、いや、レールもある、え、ワープされた、おい、ね、なんか変だ、え、私も時計に何これ、よし、やっちゃおうぜ、ミー、やっちゃうってどうやって、なにこれ連動してんの時間を戻してるから進めてんだ、多分戻してるんだよ、戻してどうすんの、どういうこと、何やったの今、時間戻したんだ今、時計壊すんじゃないの、時計だから崩壊防がないと多分あの二人が会えないからじゃない、そっか、あの人形が会えばいいんだもんな、そうそうそう、え、てか人形がいつの間にか俺らになってるもん、あ、そういうことか、あ、そういうことか、あ、これでクリアじゃない、素晴らしいチームワーク、中が少し修復されたようだな、そうだ、いや、キモいこと言え、恥ずかしくない、最後だって出会っちゃったんだよ、動けないな、まあでも夫婦だから、ほんやろ、約束は守るんだよな、恥ずかしがっちゃった、まあでもこれで4分の1枚か、これで4分の1だよ、ほんと、よし、じゃあ行こう、これで4分の1、これで4分の1、あと3つあんだよ、あと3つあるってことやばいよ、これパート何、むずいこのゲームっていうか、いや多分今回のやつが頭使う系だったからむずかったなと思うよ、ね、戦わせていただきたいですな、いや俺らはもう剣と魔法しか使わないからな、うん、あ、俺らここに入ってたんだ、あるんだ、じゃ結局家の中で集結してんだね、ね、家の中に何でもあんだな、ね、ママ動いてる、あ、止まってたんだ、壊れてたんだね、いや危ないよクソガキがそんなことやったら、うんうん、引っ掛けんのちゃんと、でもかけるとこないんだけど、あれで、ここから出てくんじゃない、クルックっつって、あ、
そういうこと？でも次どこなんだろう。この家なんかあんのかな、まだあるんじゃない？絵の世界とかありそう。それありそうだよね。ありそう。かっこいいもんな。ガチありそう。完璧に。そしたらなんかマリオの絵の中に入る。またここか。一つ目のピースナンバーワン。ピースはあと3つだ。ここがホームみたいな感じだ。じゃあ準備はいい？強制であとレッスン2。いやだ。よしでは2人が一緒にいる愛以外の理由は何？家のなんだろう。行動も違う。家のそれは魅力だ。じゃじゃーん。魅力は人を結びつける。アトラクション。魅力はいらない。離婚するのよ。おや、それは失ったからさ。でも大丈夫、魅力が見つかるよう助けるや。何コーディとメイの魅力。なんだそれ。ダメダメ。わかったわかった、誰でも好き嫌いはある。どこ行かせんね。次は時計。今までだって宇宙、時計、おもちゃの世界、まあ、家の中、家の中、まあ、庭でサーカス、まああれだね、ローズの部屋やって、そうで時計、ん時計行ったもんな、うん、バカース違う。雪？いや、ん雪山だな。雪山だね。だって次もしかしてスノボじゃない？魅力強制スクロールじゃない？どっかで多分滑ってな。ありそうじゃない？コーディ、メイ。これは君たちが感じ、磁石？お互いの魅力を見つけるのに役立つはずだ。いや、プラスにマイナス。え？そんなわけない。S 曲、磁石は常に両極あるものよ。これは違う。ほら。どういう？バイバイ。今回のアイテムはこれなんだ。ついちゃうのかな。え、でも魅力を見つける道具とでしょ。じゃない？ここ来たことがある気がするわ。おい、あれ。写真の中とか。あの山覚えてるか？私たちがスキー旅行に来た場所ね。いやあ、小人たち。また来るのか。でこ。なんだ。お土産で買ったスノードームの中だ。ああ。スノードームか。次の手紙のピースが手に入る。え、ここに死んだらどうしてくれる？磁石を使って引き合う力でポカポカだぜ、ベイビー。ほらほら感じるかい？まあこのぬくもりだ。クソなこいつ、まあ、すげえな。実はどう？あいつやばいな。下品すぎよ。まったく。はい、ということで新しいステージにも来たというところで、まあ、この力はね、次回使うということで。なんだろうね、楽しみだわ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。よろしければね、次回の動画もお楽しみにしてくださいということで、またバイバイ。バイバイ。